はい、2軒目はですね、愛好家の家に来ました。かなりね、マニアックな方なんで、すげー楽しみにしてます。あっす、はい、どうした、どうした。お、これサウンデルシー、サウンデルシー、ういー、すごい、本当に好きなの。すごいね、これは、これ何、これオルビー、オルビー、あー、うわ、グラとかもいいのあるわ。うわ、パキプス。近藤さんのところみたいにさ。あんな、ショーケースみたいな。すげえ、マジ。マジ、確かにパキプスから何からいっぱいあんねん。うん、これ何、これなんだっけ、わかんない。それなんだっけ、すごいね。パキプスすげえな。うわ、密書いっぱいあんじゃん。雑、雑なんだちょっと、ちょっと雑、ちょっと雑なんだけど、扱い方がちょっとな斜めになってるよ。あ、これすごい、ちっちゃくて変形です。これすごい、なんでそんなの。うわ、こっちにもいいかっこいい。ちょっとパキプスが奥にありすぎじゃね、これ。おお、いやいやいやすごいね、なんか無造作にありすぎじゃねおじいちゃんちの配送ね無造作にありすぎじゃね。ちょっとちょっと今ね、バーッと見てますけどね。これ何、これウィンドリーね、バロニッペ、綺麗なんでしょ。これさ、これ甘いっていうのいい。かわいいっしょ。かわいい。いや、すげえわ。これ何これ。かわいいっしょ。観音町に待ってた。すげえ。どれから行く？作った、頑張って。作った。あれ？枝下ろして。枝下げて。針金です。作り込んでんだ。これだけ枝がバンバン出るのが。これ直射に結構立ってる、立ってる。うちね、今ね、直射にしてなくて。うちのバープスも結構いい感じです。かっこいい。丸くていい。これは焼けて、一回バコってなって、で、穴開いたけど、戻ってきた。戻ってきた。こんな戻るんですか。でも4年ぐらいかかって。これいくら？顔が怖い。顔が怖いよ。どっちか。顔が怖いよ今。顔が怖い。どっちにいける。いくらで。でも俺これ抜きないで10で買ったんですよ。昔。でも10も高いよ。いや昔だもん。形ちょっと切ってけばいい。最初堂でさ2等のグラあったじゃない。あ、これ可愛い。10万。せっかだ。10万。あの、さっきだと、こんな値段の話しかしないで。トシさん覚えてる？覚えてない。それ何？あれ一緒に昔掘り上げた。あ、違う。これ掘り上げたの違う人？違う人だ。違う人か。マカイ。社長のところでそう。あ、それいいね。いやー、これいいね。このパキプス枕型めっちゃいいよ。枕型いいね、パキプスね。これさすがだね。さすがやね。うわ、めっちゃいいね。うわ、すごいわ。今手ジンバル、手ジンバル、ジンバル繋いだらもうダメだ。このパキプスもゴツゴツで、うわ、すごいね。これでもまだこの穴を直さなきゃいけない。3、4年後に下がる。うちがこの間の風レポンでゴロゴロゴロって別になって、8と8と分離して、ちゃんとやってんすね。ちゃんとやってないからブランコライフちゃんとやってないから。あれ、それ何、カボチャ、カボチャ、カボプス、カボチャ、カボチャ、カボプスやん。もう何年やってます？10年、15年ぐらいやってます。15年
すごいね。根っこは美味しいですね。これ何、これ、これ何フィファエ、あーフィファエノイです。これもすごいね。どこで手に入れたんですか。これ普通に未消だったんですけど、ちょっと成長点偶然生まれた。どうしてるんですか、なんでこれって切ってるんですか。どんどんこう伸びてくるんですか。ビヨヨヨって切ってる、どんどん切っちゃっていいんですか。常にこういう形に切っちゃって、うん、見ずにバーってだから山全部山なりになるようにバーって切って、うん、そうすると枝がバーって生えてくるからまた切ってやると詰まってくる、うん、これまだ詰まりきってないけど結構ビヨヨって伸びるじゃないですか、うん、それ も, もう形で好きなように切っちゃって、すぐ切っちゃう。俺センナーとか結構すぐ切っちゃうんですよ。今すげえ太くなってきた。本当なんか伸びてくる葉っぱも可愛くてさ。そうだよね。いや切ったわ、もったいなくて、そう切れない、切れないんですよ。こうビヨーンって、あこう、こう伸びてきて、伸びてきて、こう横から出るじゃないですか。あここお前いると切れねえじゃんって。特にね、ギザギザでこう、そう、確かにね。こう来て、この辺からピュッと出てくると、あいらないんだけど、あ切れないって。そう、リファいいな。いや、これいいですね。ちょっとこなれてきたかっていう。5万か。5万。社長って、うん、これいらない枝はないいらない枝、いらない枝欲しがり、欲しがりだかんな。これインズリゴツ、すげーゴツ、なんかウタみたいな、マクロップ、すごい、これは見たことない。すごいね、なかなかないですよ。これはないないね。この雑草の生えたプルプシーも立派なんです。すげーでかい、どんどんそう花咲くんじゃないですか、そんだけ大きくなっちゃう。うちね、多分切っちゃうから花咲かないんだ。枝切りでも伸ばさないといけない。なんかね、枝切ったらダメらしい。え、これ来た時はもっとちっちゃかったの、うん、いや、そんなもん、こんなもんだよ。球体感覚超甘い。それいいね、そのパッキー。これね、穴入ってんの。すげー、おー、小関さん専用の。好きだよね。好きだね。ちょっと痛そうだよね。鉢もいいね。鉢なんだ。なんとかライフの鉢や。なんとかライフ？なんとかライフの鉢。あれでこの辺にさ、パキプスゴロゴロあるんだけど。何でしょ？すごいよね。これすごい。長年の蓄積が。ちなみにメスですからね。あら。あメス。あ、そう。無理。ちゅう。上から。そうそうそう。あいいね。あ、ありがとう。メスうち2匹いた。これとそのケンタさんの後ろにいるやつ。これこれですか。あれもメスなのね。あんな綺麗な。種今年50個ぐらいできてる。すごい。どっか捨てちゃった。なんでやねん。巻くことに価値ある。ちょっと見ます。それいい。あ、それいい。あ、めっちゃかっこいい、これ。かっこいい。スタッツっぽいし。うん、後ろがね。アダムちゃんといるかもしれない。いやーこれはいい。あと確かアナプスが後ろにいる。アナプス？どれアナプス？いっぺん穴開いてる、その左。あ、これか。すごいね。てっぺんアナプスだ。ここにメダカが飼える。すごいね。あ、すげえわ。アナプス最強。てか本当パックスいっぱいあるね。すごいある。しかもいい形だ。ね。これなんですね。そう、寝張りしてるのやばいですよね。これ何それ、宇宙人みたいになってる。これ寝差し、寝差し、これ寝差し、タンク広げたのそれ。ああ、いい、そうですね。プルプル増えてる、プル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 プシこれ何、これ、オルビあ、モンストローさん。あ、モンストローさん、何それ、そこになんか くっつけてるの。これカズノリモデル。カズノリモデル、骨折、骨折骨折、取り木、骨折モデルね。取り木、水ゴケ巻いてるの。3本ってさ、3本って出てる。3本、2本でいい。3本、今何、何ですか今。3本、3本、3本、2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 本、1本、2本、1本、3本。雑になってきた。雑になってきた。俺酒ちょっと悪いところ、悪いところ、酒持ってこねえと。俺持ってきてない。今ちょっとこの熱くなっちゃって。渋滞渋滞。これしか頭に煩悩が、煩悩が。ちょっとマジ、俺もちょっと本気で考えたい。どれを譲ってくれんの。あ
あれすごいわ、あの奥のあれすごい、すごいですよね、あの奥のほら、かわいいね、かわいいでしょ、こんなにちっちゃくまとまって、どうしたのこれ、うまくいった、うまくいった、盆栽、これは芸術だね、死にキリス、焼きキリス、焼きキリス、ひっくり返った足みたいな、これあれ、あれが欲しい、あの左の奥のやつ左の奥のやつ、あの可愛いやつ、左の奥のやつ、綺麗だよね、もう超綺麗、あれあれなかなかないよ、あれうわ、あれいい、あれがいいな、どれこれ、俺そうするとその緑色っぽいやつ、ああこれ、どれ緑色っぽいやつ、どれ、それそれそれ、これパンパンだよね、それパンパンだよね、3本これ確かに2万5000、2万5000でいい、おお、あれだ魔界の、魔界の究極系ね、究極系負け、究極系負け、ね、うん、何もほら芽が出てない、葉っぱが出てない、究極魔界ね、デカリー君です、ウェイね、これ、うん、俺マジあのグラッチースがいい、決めた、俺決めた、今日決めた、あれが一番、あれ一番いい、ちょっとあれ名前書いてっていい、札差しっていい、手前、うん、これいいよね、あるでしょ、これ詰まってて、じゃあこれカットだよ、じゃあ俺これいいよ、なんか CM みたいカットない、ブースさん見てこれ、三等ちょっと持ってても分かりしないな、これが。いや、これやべえわ。これも1本としては最高。これ石澤さん、はい、石澤さんの1本より可愛い1本があるから。これすげえわ。すごいわ。これすごい綺麗ですよね、すごいわ、これこのパキプスすげえわ、これ形いいですよ ね、あのパキプスすごいね、すごいでしょ、あれはもうあれ買ったらもういらないでしょ、あっちでもこっちでもすげえしか聞こえない、あー、形もいいし、ウィー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 ウ
キはもうダメや。これ魔界でしょ。綺麗に育てらんの。これ難しいですよね。石化しても魔界ね。すげえわ。すごいわ。細かいだ。ああ、いいな。これもうノーカットで行くしかねえな。
ノーカットバージョンね。水なくていいっすか。パフィネでも俺去年とか一昨年甘ざらしだった。それはすごい。水も甘ざらしにした。うん。うん。こっちの方が穴ばっかり。確かに。穴ばっかり。これもノーカットバージョンね。ふふふ。すげえわ。先輩のところすごいねやっぱね。別格別格だったね。ちょっとなんかもう先輩のところ何これ聞こえるのか。先輩すげえなこれ。先輩キッコールだから亀仙人でパフ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 やってきたのすげえわ。こんなんだ先輩んちすげえわ。うわいいね。あこれあ先輩俺これ欲しい。あそうですか。これダメ。アロエ好きでしょ。これ欲しい。電子はないと思う。でもペアロペアロはこれ欲しい。ワインディープロイトです。これいくら。それ手前買ったばっかや。買ったばっかや。これがすごいと思うんだよね。すごい筆ですね。すごいですね。5万 ?1 万って書いてある。1万って書いてある。あぶね、騙されるところだった。5万で買ってくれた。騙されるところだった。あぶね。あぶねった、あぶねった。いや、でも、あいつかっこいい。かっこいいわ。やるなぁ。いいね。あっちのやつはもうちょっといいやつ。デカリンの差し切れは知らんけど。寿司と膨れ始めて知らんけど。いいじゃないですか。ヤシの期間。知らんけど。最強の魔法。デカリン差し切れ知らんけど。それは分かる。すごい。太り始めてちゃんと。寝張り、寝張りがパンパンパン。知らんけど。知らんけど。あ、そうなの？見かけないですよね。最近結構いっぱいある。ここにもあるし、なんかちょいちょい昔はいたように、これ未消。前ウィンザリーより多かったような気する。そうなんかでかいけど。知らんけど。知らんけど。これずっといられる。これもう車高しなでかり。知らんけど。ここだ。でかり？それ切ったやつとかあるよ。違う。やめて。知らんけど。こっちもやめて。うちの子に雑。本当に。うちの子にピカソを枠って出したらすごいじゃん。すごいね。あれ何全部生きてるあれ。あーすげえ。あーすげえ。それ綺麗。8万。すごいね。8万。真っ白。うん。8万。グラでしょ。これ昔サブオクで買ったやつ。綺麗。そうですか。超昔。かわいい。タンポね、あの前のやつ2ついいやつ死んじゃったと思う。死んだんすかあれ。死んだの。多分死んだと思う。色的にやばい。うん。手前の。そう。手前の丸いやつ。そう。ああ、それね。奥のが生きてるやつ。そしてあの穴何？ちっちゃいね。ゾウの木。ゾウの穴。あれ生きてる？死んでる？ゾウの木は生きてる。生きてる？うん。すぐここにリファがいる。リファ。いいな、ずっと入れる。もう今日ここでいいじゃん。ダメ？俺は楽だからいいんだけど。俺も楽だからいいけど。止まってるから。止まんないで。だから2つあるし。残念なの。俺も超お気に入りだったのに。アガベ苦手だって言いながら結構あるんで。結構いっぱい持つ。アガベ。苦手って言ってなかった。アガベ超嫌い。超嫌いやんつって。いっぱい持ってる。甘ざらしやん。石化しかないじゃん、もう。15万？そんなんじゃいけないよ。これいいね。これでしょ？すごい可愛い。これパキプス？いや。ごめんなさい。1万8000円でいいですか？1万8000円。一数万でも売らないですよ。いいっすよ。石澤さんならいいっすよ。いいっすか？いいっす、いいっす。ああ、可愛い。可愛い。可愛い。コセプスらしくない。どうしたらこんな可愛いの。可愛いっしょ。コセプスって相変わらずね、センスがね、結構いいんだよね。いいの？いいっすね、それ。いいのばっかね。いいのばっかり持ちすぎたから、多分際どいところにもう移行しちゃったの。なんか、さ、あの、ひょろっと、ま、あの、長いくらいよね。うん。でも丸型に近いじゃん。これなんか最高だよ。これ可愛いっすね。
いやそれいいね。栗原社長も好きだった。あー、これはもうこれすごいね。形だけで。ああ。ここ欲しいよね。ああ、そこね。いい。いい。まあ、そうだけど。18。ければ。18。撮影してるから関係ない。20はいっちゃう。20。うん。ここを落とせばこう脇からですから、もっと逆に早いうちからこの辺から出せばもっと枝が3つになるから、もうダメだ。もう結構できてる。この枝もバチンと落としても出る。全然大事。うん、全部落とす。全部落とさないと綺麗に揃わない。そうなんですよ。もうなんかピヨピヨピヨって。そう、そだからこれ揃わなかったやつは、これ揃わなくて、全部今年ハゲにしたの。あ、これを？そう。枝が きれいにいかなかったから。でもさ、どうしようぞこれ。どっかで逆に、これ一本枝作れるのかなと思って。あ、そうか。去年の冬に、なるほど。伸び始めて、もうムカついて、めっちゃ肥料あげて、うん、とりあえず伸ばしまくったの。うちで。そう。うち予備軍がすごいね、これね。今いる。本枝になるか、余計格好悪くなって、みんなの家に行くか、どっちか。あすごい。全部出さないの、これ。ね。やっぱここまでやっぱこだわってるっていいね。コスプス意外にこう、やっぱり初期の段階からいいのを選ぶからな。で飽きちゃって変なの。これはすごいよ。変なの。ない。見たことない、見たことない。これすごいよ。これは見たことない。いや。すごい。さすが。だって、アガベやらねえって言って、ちゃんと綺麗にやってんじゃん、アガベも。すげえな。これってもともとなんかこう、枝が両サイドから生えてるんですか、小関さん、このパキプス。なんかこんな感じになってた。上とかになってたの全部ぶった切って、横に低くして、形作って。そもそもそも。石田さん。あ、すごい。はい、それいいね。かわいいでしょ。すごい。もう石澤さんの物欲をもう。物欲をもう。かきたてまくる男。かきたてまくる。ああ、もう。もうダメだ、もう、石澤さん行っちゃうから。もう石澤さん行っちゃうからやめて、もう。爆発しちゃうから、ちょっと。これでもホロンベンス。ホロンね。ホロンの部位。ホロンの部位。すごい。すごい。ミショこれ多分カットじゃねえかな。カット。そう。そのさ、やめて、僕、物欲、もうやばい。全開になっちゃってるのやめて、もう。グラで、この、花芽が枝になったやつ。俺だったらいくら。花芽が枝になったら。すごい。売らない。売らないって。あ、それいいね。うわぁ。これ、グラウィンだ。初めて見た。これでもトップ切っただけよ。トップ切ったやつ？俺のグレー切るやつトップ切らなきゃいけないじゃん、ほら。あれ切るなって。あれ切ろう。切るな。あれ切ろうじゃないよ。あれ切ろう。なんで買ったんだよ、あれを。じゃあ。切るために買ってんじゃない。切るために買うなよ。切るだけ買った。一つずつ見ていくとさ、奥が深いな。すげえわ。これすごいよね。コセプスすげえ。それすごいよね。笑っちゃうんだけど、これ。うちの息子大好きだよ、こういうの。あ、すごいね。見たこれ。怪物だよ、怪物。怪物。怪物だ、怪物。おかしい、これ。ボトルツリーのポーチ。すごいね。それグラ？グラ。だと思う。ね、すげえ。まだまだだな、俺たち。カスね。カスだね。これ、ミショ？ミショ。あ、綺麗だね。すげえわ。やっぱでも各地って徒長気味なんだよね。詰まらないというか。各地は本当伸びやすい。そうっすよね。これが詰まってるからすごいと思う。うん、顔がひどいよ。もう欲しがってる顔だよ、これ。これ欲しがってる。あ、いい。これでいくら？すぐ買う。ちょっと穴開いてるから。関係ないね。穴開いてるからディスカウントしてくれる。これで 8? ぐらいいく？これいいでしょ。いい。3。あえて何も言わんけど。前さんのあれ、いくらぐらい？これはバランスいいよ。4ぐらい。4だな。4から。でも欲しがってんの、すごい欲しがってる。いいね。ヘリコプター。これどこだったか忘れちゃったな。模様すごくいいね。水玉。相変わらず焼けまして、上がね。
うまいね、そのやっぱさ仕立て方がいいよね。あえて現地的なね。仕立てたというかただ焼けちゃっただけの。いいじゃん。管理しきれてないからね。いやいやそこがいいんじゃねえの。管理しきれてないぐらいが多分ちょうどいいのかもしれない。あいいね。ワイルド感出てね。この荒々しい管理がいいよね。そう荒々しい管理で死ぬやつはもう死ぬ。うん、もうそれはしょうがねえね。小関さんマジ何年15年ぐらい小関ちゃん、そうね私で10年行ってないな。2010年だって一番最初はサボン一番最初に目立ったのがあの女神がこんな魔界を割った時やねあれあれ女神が奥さんが2018年からあだからあの時に俺は2人を認識したなんだあの人最初はこれを魚にすごいわこの多分怒られっかもしれない何やってんねんまあでも可愛いっすね鉢植え替えたら可愛くなった、うん、あねセンスがいいっすねこの鉢センスがいいなこのコセプスはねセンスがいいセンスがいい。なんかあんなに雑に置いてあるのに、いいんだよ。センスがいいんだよ。いやちゃんとね、選んでもんね。本当に選んでる。こっち強いのこだわりが強すぎて。こだわりは強いよ。めっちゃ強い。強いうん、こだわりが強い。だったらそれはそんじょそこらのだけです。なんかどうでもいいわ。どうでもいい、ね。そこそこのところは多分集めてるんだけど、もうそれを超えちゃってるから。そう。初め美形を集めてて、で途中でね、あの穴とかね、ああいうところに走る理由がわかる、うん。あれだけ持ってっからね、うん、すごいよ。もう一癖なんか。ね。レベルが違う。一を超えちゃってるからね。ねなんだろう、あのサボクでもさ、こう買うときに本当にこれいるのって言われる。本当にいるの。なるほどね、うん。さっきもそうだったね。うん、本当に、うん。本当にいる。買うの。うんうん、買うの。うん、たださっきの島村で、ね、小関さんが選んだやつを俺と石澤さんが買うとは思わないよね。うんうん、そうだけどさ、さっき石澤さん持った瞬間俺嬉しかったんだよ。やっぱり。小関さん、ほら、お友達じゃん。いるね。ちゃんと顔みたいになってる。いや、ほんとになってる。俺は確かに顔性が高いな。あ、白肌。目ついてんのいいっすね。そう。白肌で。でね、いや、これ好き。あれ。ほんとだ、口もある。飲み会で、こうやりながら飲める会はない。アフリカの仮面みたいな。ないね。ここじゃないとできない。いや、これいいわ。な、あ、歌詞に行っていい？さっきの。ここで交換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 していい？ね、あれはあんまり言えない。あんまり言えない。いや、このグラキリスいいな。テーブルになっちゃってグラキリスどこだろうとでもさこのくらいいいね本当にいいよいいでしょいい好き酒のあてにちょうどいいいい魔界か奥の方にあった魔界魔界いいっすよねなんかテーブルねテーブル系のやつねスマホちょうど乗りそうテーブル系のやつ、ね、テーブル系のやつねなんかやらしいねそれやらしいそっちエッチエッチどっちも楽しめるなるほどね何これちょっとエッチだけどこれは女の子と裏がこっちが男の子これ何これ小瀬ちゃん好きそう好きそうだなこれうわこれはすごいそれ持ってくるかね持ってくるかおー来た来た来た穴蔵になってる持ってきたね持ってきたねうわでもさこれよく生きてるうわすごいわこれよく生きてんねこれ最強やこれ最強だねなんか住めそうだバリ最強これはすごいこれはすごいわこれ何落花生入れていいのいいよダメダメダメ入れていいよ学科生ほかっこいや俺ここにメダカ買おうかなメダカさすなんかめっちゃさすがだね本当に、うん、両サイドちゃんと幹がそうなんか綺麗にできてるすごいこれこれすごいわグラウカこんにちは、こんにちはこんにちは
はい、愛好家さんの中で僕が選んだグラキリスはこの子です。この子めっちゃいい。これこの迷彩柄というかね、これいいわ、いいっすね。あ、丸い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 ね。はい、一番最新の植物は何ですか。これ最新のガジュ。なんかさ、ガジュマルって半端じゃないね、ここにあるのは。このガジュすごいね。ちょっと先輩、ちょっと一回回してもらっていいですか。いいっすか。ちょっと回らないよ。うわ、このガジュすげえわ。これなんだよこれ。これないね。枝ぶりがすごい。うわ、仕立てられてますね、綺麗に。しかもモンストしてる。え、どこ。あ、ここ。そう、モンスト。ここ。すごいね。成長点バグってる。ね、バグってんね。この辺。これはすごいバグってる。これすごいね。すごいね。このガジュはないね。現時でもない。で、穴も開いてるしね。ね。てんこ盛りじゃん。いくらですか。穴といえば。いくら？ちょっと待って。20はいかねえな。15？まあ、プライスです。プライスですな。え、次に欲しいやつは何？次に欲しい。次に欲しいやつは。次はオリーブでしょう。ないけど。ない。オリーブがやっぱり流行りだよな。ない。ない。形でしょ。形。俺は形。品種じゃなくて形がいい。小関さん、ありがとう。バケムですんの。ありがとう。何？刺激もらった。すごい久しぶりに。すげえ面白い。今日久々に面白い。本当に面白い。さすがだよね。さすが。普通の店に行くより全然面白い。確かに。はい、今日はですね、スペシャルの愛好家さんの家に行きまして、いやー、最高の刺激をいただきました。また明日からもね、頑張りたいと思います。力もらいました。ありがとうございました。